ロシア連邦教育、科学省は、かつて存在したロシア連邦の中央官庁の一つ。教育行政、科学技術及び技術革新に関する政策分野、並びに、ロシアにおける全国、連邦レベルでの科学、先端技術の開発、科学分野における公的な調査研究、知的財産に関するセンター的役割、青少年教育、ケア、保護、 学生の社会的保護、問題など青少年問題に関する分野なども担当していた。2018年5月15日にロシア教育省とロシア科学・高等教育省に分割された。新内閣で教育分野と科学分野を担当する副首相はタチアナ・ゴリコワ、教育省はオリガワ・シリエワ、科学・高等教育省はミハイル・コチュコフ。 ベーシックパラメーターズオブザロシアンドラフトフェデラルバジェットフォー2011ロシアに教育省が出現レンタ RU2018 年6月3日閲覧ウラジミールプーチンハズギーリードツースプリットロシアエス・エデュケーションサイエンスミニストリー新たな省をエデュケーションミニストリーとしているゼー、副首相の職務割り当てロシア新聞 2018年6月3日閲覧。ぜいぜい、プーチンが信頼核を承認。至るタ,タス通信。2018年6月3日閲覧。ありがとうございます。